足立絵本シアター。絵本がくれる親子の時間。絵本の読み聞かせはちょっとしたコツを知ると子どもも親ももっと気楽に楽しめる時間になりますよ。今回は触れ合いをテーマに読み聞かせのポイントをご紹介します。教えてくれるのは北千住駅前の路上で読み聞かせを始めた聞かせ屋慶太郎さん。元保育士で2人のお子さんがいる慶太郎さんは絵本講座や保育者研修会の講師として全国を駆け回る読み聞かせの達人です。こんにちは、聞かせ屋慶太郎です。子供に絵本を読む時のポイントを2つ紹介します。それは触れ合いと声の心地よさです。子供は絵やお話の内容を楽しむだけでなくパパやママの声、そして触れ合いを楽しんでくれます。では読むだけで親子の触れ合いが始まる魔法の絵本を紹介します。なでなでなーで、親子で一緒に見てくださいね。なでなでなーで、子猫ちゃん、丸い頭はどこかな、どこかな。かわいい頭、なでなでなーで、大好き。こぐまちゃん、食べてるお口はどこかな、どこかな。かわいいお口、なでなでなーで、大好き。こぶたちゃん、まんまるお花はどこかな、どこかな。かわいいお花、なでなでなーで、大好き。キリンちゃん、長いお首はどこかな、どこかな。かわいいお首、なでなでなーで、大好き。ゾウちゃん、大きなお耳はどこかな、どこかな。かわいいお耳、なでなでなーで、大好き。赤ちゃん、かわいいお顔は、あれあれ、どうしたの？みんなもつられて、泣いてるお顔もかわいいね。なでなでなーで、大好き。いかがでしたか？まだお座り前の赤ちゃんでも絵本を通しての触れ合いを喜んでくれますし、パパやママが絵本を読んでくれるその声で心はきっと満たされます。声色もいつ読むかも気にしなくていいですし、寝っ転がって読んでも OK です。絵本を通してのスキンシップを親子一緒に楽しんでください。子育ては毎日本当に大変ですが、絵本はいつでも皆さんの味方です。皆さんといい絵本との出会いを応援しています。聞かせ屋慶太郎でした。絵本選びに困った時や
新しい絵本に出会いたいときは、足立区の図書館や子育てサロンがおすすめです。図書館にはお子さんと一緒に本が読める絨毯コーナーがあります。またお話し会や赤ちゃんタイムも実施しています。子育てサロンは0歳から3歳の親子が安心して自由に遊ぶことができます。子育て相談、お父さんやお母さんの息抜きや仲間づくりもできます。ぜひお気軽にお越しください。